えー、国分寺市にあります。えー、学物と洋画材料専門店次男ガーバーを二代目店主長谷川です。えーとですね、こちら、えー、絵ではありません。写真です。えー、キャンバス時にね、えー、写真をプリントしてくれるみたいなね、サービスをやってるとこあるみたいなんですけども、で、そちら、えー、キャンバスにプリントしてですね、そのプリントしたものをね、えー、実際、キャンバス、実際油絵描くね、キャンバスみたいに。 木枠に貼り込んでほしいというね、今回ご依頼があったので、えー、そちらの作業をさせていただきました。えー、プリント自体はですね、えー、ちょっと遠明で、こんな感じの、えー、状態だったんですけども、えー、画面、写真のね、周りに、針、え、白、ー、部分、えー、白いね、余白みたいな部分ちょっとね、えー、実際木枠に貼り込む場合は必要になってきます。はい。まあ、そのさっきの白い部分がね、こちらの部分になりますね。 でですね、今回は、えー、写真に合わせて別寸でね、えー、木枠、えー、具体的には 509×407mm の木枠を作らせていただきましたが、えー、写真プリントするときにね、えー、日本の油絵のキャンバスの規格のサイズ、えー、ネットとかで調べていただくと出てくると思うんですけどもそちらのサイズにプリントしていただければ、えー、規格の、木枠がね企画品のね えー、既製品の木枠が使えますんで、その場合はね、あの木枠代かなり安くできると思いますよ。はい。えー、実際ね、こういうことを検討される方、だ、えー、ご相談されてみてはいかがでしょうか。えー、まああの、次男画廊の方はね、プリントの方はやってないんですけども、木枠の方に貼り込む作業は、えー、ご依頼いただければできます。よろしくお願いします。ありがとうございました。